タ之助さんアンケートありがとうございます。はい。で、ここで書いていただいたのが、ね、自己嫌悪に陥りということで、あのー、やることを決めてやれないのって結構当たり前なんですね。だから、なんだろうな、うん、僕が意識してるのは、 そういうのが人間っていう動物だよっていうことを受け入れて認識するだからここでもね素直,素直でいなかったことって書いてあるんですけど素直に人間はそういう生き物だって受け入れた上で受け入れた上でじゃあどうするって感じなんですよでもこれ受け入れなかったらどうなるかっていうと何で俺できないんだとかねうんなんで俺こんなダメなんだって言うその嫌悪感になるわけですよ 自己嫌悪になってる時間があって、でまたできなくなるじゃないですか。かもう全部受け入れちゃって、まあ、そういうもんだと。じゃあそのも、その状態でどうしていくっていう、僕は結構それでやってますね。もともと僕はバカだし、今でもそう思ってますけどあ、人より能力がない、人より劣っている、人よりバカ、アホ、ドジ、マヌケっていうのを受け入れてるんですよ。だからじゃあそれでも 他の人より僕は自由な生活をしたいと。じゃあ、そのためには人よりやらないといけないよねっていう、自分のスペックが低スペックだけども、人とは違う人生を送りたい。じゃあ、やるしかないよねっていうことで、受け入れた上でそっちに行ってますね。でもこれ受け入れないと、多分、その自己嫌悪に浸っちゃうとかね。だから自分をあんま高く見ないってことですね。めちゃめちゃ低く見るっていう。低いからやるっていう。当たり前じゃないですか。だから、これ当たり前にしていくっていうね。 だから、バカだし、就職できなかったし、社会不適合者だし、そんな社会不適合者が偉そうにね、自由に生きるためには、やるしかねえなっていう <laughs>、当たり前じゃないですか。人より3倍、4倍やる当たり前ですよね。人よりスペックないんだから。っていう意識でやってますねうん。うそうするとね、あとね、楽ですね。いや、もともと俺できねえし、みたいな。いや、できないからやってんだよ、みたいな <laughs>。楽じゃないですか。いや、できないからやるんだよっていう。 だけどこれ、できるのにできてないってなると、なんでできるのにできてないんだって、みたいになるんで。うん、で、で、これ、これのいいところが、逃げ口もあるんですよ。いや、できてない、できない人間だから、いや、できなくて当たり前だよね。俺で、まあ、しょうがねえか、みたいな。まあ、今はしょうがねえよな、とか、逃げ口もあるんで。なんこれね、自分をね、下、下にこう見、見て、じゃあ、これでもやるためにはっていうふうにやったほうが楽ですね。非常に。 うんだから周りも気にしないですし周りから周りから言われたらあその通りですで終了なんで例えばお前なんか再生数が少ないの偉そうに言って何やってんだあその通りですっていうねすいませんと <laughs> あ<の笑>僕あの再生数取れないんですよ <laughs> みたいなあのスペック低いんで能力ないし YouTube のことよくわかんないんであの多分僕より YouTube わかると思うんで頑張ってくださいみたいな。 僕は僕なりに頑張りますみたいな。もう、それでもう、もう終了ですよね。受け入れてるんであ、あその通りですっていう。ね、だって言った方も、もう、うう反発来なかったら、終わりですよね。もう言いようがないですよねあ。あすみませんって、その通りなんですって、おっしゃる通りです。僕はあなたより頭悪いですし、僕より、あの、あなたより、あのな、バカだし、あなたよりマーケティング全然できないし、あなたより売上作れないし、 あなたより全然できない人間なんです。申し訳ありませんって言っちゃったら、相手何も言いようがないじゃないですか。<laughs> そこでね。<laughs> お、お、うん、うん。そうやな、みたいな。<laughs> そうだろ、分かればいい、みたいな。あ、分かってます、みたいな。<laughs> もう言いようがないですよね。だこれ結構ね、最強の防御なんですよ。最強の防御。うん、僕はそう、そう思ってますね。うん。で、それをもと、その最強の防御をもとに最強にやっていくっていう。 だから最強にこれやってることに関しては、ここを超えられる人がいないので、ここは武器にして使うみたいな <laughs>。だって1万6000本ぐらい動画撮れる人いないですし、このワンツー動画もこんなにやれる人いないんで。で、それやって、で、それをやれる人いないよねっていうところを武器に使ってやっていくとかね。ま僕はそんな感じですけど。うん。まああとはまあ、このアウトプット人間になるっていうのは、うん、必要ですね <laughs>。 てかアウトプットしかしつまあその C、僕は僕の基準で言うならば、インプット1、アウトプット10みたいな。まあだいたい比率って7対3とか8対2とか9対1っていう比率じゃないですか。じゃなくてその比率を変えてしまうっていう。インプット1でアウトプット10ぐらいにするといいと思います。比率違うやみたいな。10, に10の枠には収まってないやみたいな、するとあの非常にいいと思いますよ。で、この、 確かにインプットしないとアウトプットできないよねっていう理論があるんですよ。まあ確かにそうですよね。例えばマグロを仕入れてないのに、マグロを仕入れてないけど、マグロの刺身はつく、提供できないですよね。申し訳ないますね。マグロを仕入れてないのにマグロの刺身は提供できないですよね。ただし、この時に仕入れが1でアウトプット10ってどういうことかっていうと、そのないものを作らないといけなくなるんですよ、今度は。 仕入れてないけど、じゃあ、マグロに変わるものってなんかないかなみたいな発想になるわけですよ。仕入れてない、仕入れられてないから。で、その思考が大事なんですよね。ビジネスにおいて。僕はそう思うんですけど、マグロがなくても、マグロを味にするにはどうしたらいいかとかね。じゃあ、マグロはないけど、マグロじゃない何かで顧客を満足させることはできないかとかね。今日ちょっとマグロないんですよ。でもこれめっちゃうまいんですよ。みたいな。 っていう発想の天気だったりとか。だから、インプット1、アウトプット10っていうのは、その思考を得られるんで、非常にいいと思います。だ限りあるインプットから大量にしていくっていう。そうすると、自分で生み出す力ができるんで、これめちゃめちゃおすすめですね。うん。そう。だから、それがやると自分でいくらでも無限に作れるんで。<laughs> そう。 ということで、えーとまあ、プレゼントの方でも、ね、いろんなエッセンス言ってますので、しっかり参考にしていただければなと思います。アンケートありがとうございました。